録音いたしました。今週は、メインギャラリーの方のビーズギャラリーは、まあ、今僕の目の前にいるあのダンディーな、池谷勇、もう先生ですか、はい、先生、池谷勇さ、まあ、作品展っていうのは写真展っていうか、まあ、写真を使ったあの作品なんで、まあ、今回は作品展と、はい、で池谷さんの隣にいるあのお坊ちゃんは塚田良一君がコビーツで、池谷さんと、まあ、戦うという、戦うんですか、うん、いやそれはそうでしょう、同じ格闘技でジャンル近いで、近いで池谷さんちょっとさっきムッとしてるからで同じ写真を使った、まあ、作品っていうで、池谷さんは今回出題または談笑っていう、なんかありそうでなさそうな感じですよ、ね、もういつもね煙巻くんだからね話半分ぐらいでであとの半分は想像で考えた方がで池谷さん今回の、DM これ使うのかっこいいね、もうやられたと思う、なんでやられたの、なんかガンダムに似てるんじゃないか、いやなんか色合いがねやっぱ、うんうん、うまいっていうか、そのちょっとあの今までとはまずちょっと違う、そうですよね、なんか、はい、なんか、うん、結構抽象的なものが好きなんで、はい、何かわからん、いやだからもうこれ見たら完全に写真じゃないよ、ね、これ写真使ってる部分あるんですか、いや全部写真です、いやその後ろのちょっとチェック、はい、あの島が違いますか、そのえこのハートみたいなのは写真、写真です、え写真なんですか、はい、えあなんかあの誰かが書いた落書きみたいな、うんまあ地べたに、はい、なんかペンキ屋さんが、はいはいはい、その塗装の途中で落としてた、あこれ別に落書きじゃないみたい、たまたまハートになってる、うん、そう分かんない、ね、俺これはもう完全に写真使ってない、ああだからもう いきなり作品展っていう言葉、これは DM の、 あの画像をもらった時にそう思った、ああ、うん、まあとりあえず一回、まあこんな感じの前景とかこんな感じで、まあ、ね、まあこの展示のポジショニングっていうか並びは池谷さんが考えて、でこのアップダウンは僕が考えたい、あの下に置いたりとかいろいろとなんかやったんです。で入ってすぐ の、 あの受付っていうか入り口の上に前はこのね蓋してたりしてたんですけど、まあ、まあ池谷勇さんのセルフっていうかこの何かあのあ作者金英って書いてるやつ、最近の写真ですか、いや前のです、あこれ前のやつ、前まあ1年ほど1年、はい、半年ほどかな、このグラサンは買ったんですか、はい、このヒゲはつけたの、つけてこれはフォトショップでつけたんですか、いや髪切ってアナログやった、そうです、あでも僕ねこの、ま、丸い中好きなんですよ、ああそうや、うん、なんかねうん、このあの緻密な図の、ああまあ一番いいのはねズラかぶらしてないのがいいこれでズラかぶらしてたらもうどうかなと思って、いやどんどんかぶりいやいけたんですさ、いけないやほんでまあ、入って右回りっていうか、まあね写真に見えないやつとか、まあ写真をベースにこれなんか、あ、これ真ん中の写真ですよね、絶対写真使ってるんですか、一枚も使ってないのはないんですか、それはあるやん、いや、なんか僕は何枚かあるんかなと思ったんですけど、なんかあれですね、あの変な言い方だけど、あのモニターで見る方が数段なんなんやろな、これはいやいや、量あるんですよ、ありますね、でもちっちゃくてもパンチあるんですよ、要はあのねこのちっちゃなったら全然面白ないのあるんですよ、うん、ありますね、でも池谷さんのはあのちっちゃくなっても
グッてくるね、やっぱり。やっぱりいい、あの強いから、別にアップで取らんでも、うん、なんかニュアンスは伝わるっていうか、うん。いやこのね、ネタ切れしない、はい、この並びはあれですか、あ、これは DM になったオリジナル、並びはもう、まあ、適当じゃないけどいい塩梅で考えて、うまくいってると思います、ね、まあ結構ね、これ完全実写ですよ、うん、これだけ、そうそう、はい、それちょっと探しましたね、逆に、ああ、なんか文字ってるところ、はい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 、でこれも僕なんか生々しいなって、実写、いや画面で見る方がいい、いや、すごい、これなんかすごいいいですね、いいですね、うん、なんかね、意外に僕これ好きなんですよ、これそんなに、ちょっとそんなにいじってないの、これね、はい、これね、この真ん中の線がめっちゃ、釣ってる感じが、このそう、ね、この真ん中の線が、で左のところの斜め線ね、これで、そう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 、でなおかつね、これね、ちょっと浮いてたら最高やったんで、これそれできるやつ。はい、ちょっとこうかけをつけて、くって足が10センチでも浮いてたら、はい、でもこの写真ね、すごく僕好きなんですよ、ね、ストレート。僕唯一ね、この中でね、はい、これかな、何やねんって。これ結構好き。この人なんかね、小野洋子みたいで。あ、だから嫌やろ、俺小野洋子大嫌いや。あ、そうなんですね。これだけね、なんかあれって思って。なんか間違いかなと思って、でこのマリー、マリーちゃん、まね、マリーさん、マリーさんシリーズが最後にこうで、今回これとは中身全く違う、写真ブックっていうか、はい、フォトブック、32枚を A4 で全部バラで入ってて、重たいです、もうずっしりいますね、ずっしりいますね、でこれまだ半分ぐらい残ってる感じですよね、だからまたビーツで販売するんで、まあ他のギャラリーでも全然販売、まあその中入っ、ね、はい、入ってるものが違うんで、そうですね、今これが全部反対にこれ欲しいのにって言われたらこっそり池谷さんにダイレクトかけで中身ちょっと入れ替えでもまあこれ全部オリジナルプリントじゃないんですけど、全て印刷で100部限定で僕と後藤君が手に油なくしながらで一部だけ一枚入れ忘れてたのがちょっとバレてしまいましたけど、はい、池谷さんは、今回もやってみて、これ4回3回目でしたっけ、偽名目です、4回目です、すごいですね、去年2回のね、今年1回、そうなんです、前のやつは僕見れてない、ほとんど最初のは額が全部そうめんの蓋や全部やらないなんかの蓋使って、まあまあすごい、いい感じですよ、まあどちらかとね、額の方が目立ってた感じですよ、あ、その頃は8万円は額、点数が多いのと、はい、額がまあ見たことないのは既製品じゃない額やから、はい、ちょっと額がすごいみんな印象的で、はい、でだんだんまあ額がおとなしくなってきたっていうか、ちゃんと中を中心に見ようとしてる感じで、うん、いやなんかこの4回目でなんかこう、まああれ本を作るっていうのは別にメインでしたけど、なんか思うことあった、今回に限って、えで、まあこのタイトルもひっくるめて、うん、まあね、週末が近づき
おめでとうですか。おめでとうです。いや、いけたでしょ。いやいや、僕は、はい、僕はどうもない。はい、世界が滅ぶ。あちなみに池谷さんはあの若く映ってますけど、79です。79です。もう動いてるのは不思議ない。え、あ、その世界のなんか危機感を感じるんですか、うん、え、いやいやいやですけど、池谷さんって戦争は行ってないですよね。じゃあもちろんで行ってないですね。まあ、その10歳ぐらいですよね。そう、ね、もちろん兵隊には行ってないけど、はいはい、そのものに受けてますから、はいはい、ああその実際物心ついてる時に、はいはい、もうあの空襲を知ってるってことね。そう、空襲も引き上げた、うん、はいはいはい。それ、まあ、まあね、今またあれの再来や言うし言いますけど、そういう意味の危機感、終末感ですか。いやいや、そんなんじゃなくて、はい、まああの各々こ世界っていうのは一つじゃなくて、はい、僕の中の世界、はい、この人の、はいはい、世界みんなありますね、うん、自分の世界、うん、そうですね。たまたま僕はこれ、はい、トイレに行ったら、はいはい、その間これこの彼は時間は進行してるわ、はい、まあやってますよ、まあ待ってますよ、うん、で僕は長い運動の世界があの、はい、まあ、僕の中ではここの世界はなくなる、はい、ああはいはいはい、そういう意味で、うん、あのこういろいろパラレルの世界、はいはいはい、そういうものを、うん、まあ、今回割と意識します、うん。でもまあなんかポップなものがあったり、ね、はい、ちょっとエロチックなものはなんか少なかったような気がするんだけど、そうです、はい、だんだん枯れてくる。ああ、いや、もうそれはね今79でね、そんな女のケツ追いかけてる場合、追いかけてるよあまり男いで、ああ、あまりね、いや、まあそれは元気なんだけど、でも元気な人ってなんやろうな、なんか押し付けのパワーじゃないよ。いけたりさん、はい、こっちこう引いた意味のパワー。なんか押しの強いエネルギーのおっちゃんとかおじいちゃんいっぱいいますよ。いますね。伊藤社長。今のはちょっと聞いて。はい、でも池谷さんのは池谷さんのはすごくこのなんか引いたパワー。そうですね。うん、それはまあある種まあそれを謙虚っていうのとは適切じゃないんですけど、はい、ちょっとこう。傍観者の部分もありますよね。うん、そうそれは前昔からです、うん。なんかちょっと引いてみるって。うん、そう、あ、そう、そうです。な、はい、あの、とにかくこう、はい、いろいろ、はいはい、客観的と。で、常にだからある種今回なんか当事者っていうか代表なんです。はい、でもなんか当事者に思えないんですよ。ああ。なんか当事者の人って全部受けてしまうじゃないですか。はい。でも池谷さんはなんかこうかわしてるわけじゃないんだけど。もうちょっとなんか半分透明じゃないけど、はい、なんかこうスッてこうそういういろんなことがスッてこう摩擦にならないですよね。それがね作品にも多分あって、だからある種ね結構それが被らないとか、ね、いや押し強いんやけど、あまりねなんかこうグッと押し付けられてる感もね、はい、もう好きに見たらいいじゃないのっていうかな、ね、うん、それがねなんか僕はまあ好き嫌いはあるんですけど、このまあ、これ押し付けてこれ押し付けてるけど、なんかねすごいクールっていうか客観的に見えるんですよ、うん、まああとは君の好きなんだけどちょっと長いこと見たらっていう感じで、そうですね、うん、そういういい意味のなんかこうこれなんか僕好きなんですよね。なんかこの遠近がわからないです。そうですね、うん、なんかいろんな手法、うん、ただこれをね、俺の中でなんかね、はい、どう見てんの、これだけは変な言い方させてもらったら古っと思ったこれだけはなんかしたけど、こういうこうまい具合になんかこうもうなんやろな、こううまいこと出来上がってるから、これ実際写真ですよね、ね、だからこのタイミングで切ってるのが、はい、えって思った。もっとこうタイミングずらした方が僕はいい。この写真でもね、これはまたね、これはこれでいいんです。これ後ろの人はモデル女の人ですか。いや、男の子。あ、これ男ですか。で、これ作るとき、この顔にこの円みたいなのつけようっていうのはどのタイミングで考えてるんですか。いや、まあちょっと前に、うん、
映したんですよ、ね、ああ、で それから、うん、今度の展示をいろいろ考えてるかと思うんです。ああ、でもこれの後ろの顔は映ってないんですけど、なんかバランスはいいですね、写真として、はいはい、バランスはいい。逆にこれ男前なんですか？いやー、まあまあ普通です。普通、まあ、あで、あとこういうこのハートのやつはまたさっきのオマージュみたいな感じですね、うん、ここはここら辺もね、寄りで見たら結構綺麗ですけど、塚田君今回池谷さんのなんか1枚だけ選ぶっていうか、選ぶとしたら どれなの？1枚だけ。なんかこう DM はやっぱ見慣れてるんで、まあ、うん、いいのはいいんですけど、うん、やっぱ思いを怖いし、これ、はい、俺なんか最下位やで、これなんでこれ入れたんかなと思って、めっちゃ俺なんかで、これ俺なんかで、ね、なんか調べてすごい、なんか何やろ、嫌な感じしたんですけど、はい、いや、まあ、まあ好みやね、はい、これ後ろのこの文字で池谷さん作ったもんじゃない、要はありがちな、なんか文字やんか、うん、でこれ別に貼り付けたんか実際こうで撮ったんか、まあどっちでもいいんだけど、これもこう、はい、このままです。この後ろの色だけが違うイメージ、なんかね、うん、それやったらこのメガネ、せっかくこの丸いメガネあんねんから、ここに何か貼り付けてくれるのぐらいの方が僕はなんかいいかなと思う、うん、ちょっと少ないなと思う、要素なんかね、うん、今回ね、そのやりすぎてないのもあるんですよ、うんうん、なんかそういうのもいいなと思って、ああやりすぎ感、まあこれはやりすぎ、でもこれはやりすぎじゃないでしょ、はい、なんか全体的に見たらなんか写真らしいのが増えたな、うん、うん、はいはいはい、まあね、いろんなのあるんで、まあこれなんか感じ、別にこれはこれで全然ね、はい、ただ池谷さんがこれずっとやってたら、なんやろうな、なんかこう、例えばね、お宅の人、日本橋好きだから、みたいな。でもこれに何か、やっぱね、対策っていうかね、僕、畳一枚で見たかったのこれです。ああ。畳一枚ぐらいで、こう、これね、棚ね、箱ね、浮いてくるね。何回も押してるんですよ、ね、もう最後ギューってね詰めたってましたこれね、これは結構ね、なんかこうこれ実際この真ん中って有名なものじゃないですか、でその周りだけ池谷さんがこう、いやバックコーラスじゃないけど、これブワーってやってもめっちゃ面白いな、あもういっぱいいっぱいいろんなバージョン、それからもっとでかくあのこのディテールに見えるみたいな、これなんかすごい尊重してるんですよ、このこれ誰の絵ですか？クラナッハ。クラナッハというのは、はい、要するにホッポールネッサンス、はいはいはい、あのデューラーとか、はい、あのドイツの、はいはいはい、はいはい、言ってみると全然わかんない全然僕ビールのわかんない、あこれはこれはめ込もうと思ったの、なんかきっかけ、いやこ昔からこの絵好きなんですよね、うん、で一応このいや背景を自分なりにアレンジしたの、すごい尊重してるでしょ、はい、これこの真ん中の人にを真ん中のこれをあんまりいじるとダメなんです、そうですね、なんか変になんかこうなんかやると、はい、このさっきのそれがこう程よくそんな押し付けたのかな、はい、うん、これ結構ね、本番ね、この語りたいのはね、この右に前やったんです、まあ、いろいろ師匠があるんで、今回はちょっと引いて、僕の優しさで、はい、はい、寄って1時間ぐらいやりたいんですけど、いろいろな問題があって、ミリカのはちょっと今回はなしということで、はい、でもまあ、あとはここのマリーシリーズ、はい、これもね、これ持って行ってるんですよ、この港とか、これ神戸です、神戸、ここ大正、あ、大正です。これね、まあ天気悪いんですよね、これ 雨降った時に、もう79歳のおじいさんって失礼ですよ、あ、78歳のね、おじいさんこのね、マネキンを抱えてね撮ってるわけですよ、すごい
いや、連れてかれるやん、普通。それも病院に。それをこうしつこくこう、なんやろな、他人の目も気にせずに自分のなんかファンタジーじゃないけど、うん、物語作ってやってるのがすごいなって。すごい、いや、なんかね、ここはあのいいですよ、ここの感じは、はい、まあ、こどれがいいとかいうより、この全体がこう、いろいろと、そうですね、そこはそこの、うん、でもこれ、ね、まあ、なんで最後にっていうの。いや、まあ実は言うとそれが今回のメインです、うんうん、ああやっぱりね、うん、でも前、まあ、長い前菜っていうか長い前振りやな。いや僕もね、これは僕ね、これでね、なんかムービーっていうかムービーもあってもらう。ああ。それこそなんかこのムービーっていうか、こうだからどういうじゃないですか、あの映画じゃなくて、なんかその動くアートっていうか、あ、自分画像、なんかその色変わるとか、なんかこう、なんかこう、その画面が歪んでくるとかわからないんですけど、はい、なんかそういうやつがあれば、だからそのモニターで見るアート、はい、でも面白かった。まあ大変やと思うけど、これはそれ大変やと思う、うん、でもこれは、あ、そうか、こう聞かないとわからない。その前全部何、その前小野陽子です。これその前小野陽子。ここで本来一区切り終わってんの。ああ、岡島さんなんだ。ああ、もう今まではありがとう、ご苦労さんみたいな。ああ、そういうことか。でも前振りね、これ全てこの1年ぐらいですか。まあ、そうですね、1年間は。今もう池谷さん79歳ですけど、一応現役でずっとまだね、お仕事されてるんですけど、時間って休みって土日だけですか。うん、3日と。あ、その時に撮影行かれるんですか。そうです。すごい、すごいですね。で、変な言い方、撮って終わりじゃなくて、そこからデータとかいろんなイメージしていって一つのものを作れるわけやから、時間量がありますね。もう大体前晩やってますから。あ、その画像を見ながらいろいろあるのないこうでもないんです。で、この終わるところってどんな感じなんですか。これでいいっていうか、あ、できたっていうか。いや、それはもうやっぱこう、あ、できたって感じです。あ、それはあの、ものによって変な意味ですぐできるのか、うんうん、何回も何回もやってるのあるし、すぐできるのかな、うん、この中でちなみに一番時間かかったやつは何、ね、あの、アボカドですわ。アボカド、あ、これ、うん、これですか。あ、それです。これめっちゃ時間かかった。うん、そう、なん、な、10枚以上、はい、あの、はい、バージョンこしてた。これは何が納得できなかったんですか。ちなみに。はじめね、はい、目のこう、うん、目というか、はいはい、そういう、ま、あの監視する目とか、はいはい、そういう感じで、はいはい、あったの、はいはい、あまりにも、うん、こう直接的説明的になる。ああ。あ、でこれはほんならその中で一応できたっていう感じです、うん、そう、まあ、僕途中見てないからね、はい、これでしか見てないから、その苦悩はちょっとわからないんですけど、うん、これほんまもんの、あの人やと最高よかったっていうイメージしましたけど、はい、うん、で一番ほんなら、あの全く時間パッパってできたのこれ。おっと、その8番、あの、はい、コンテナの8番、1番、コンテナの8番っていうのは入って左の、入って、左の、これですか。これ、いやいや、違う、あの、ま、曲がって左に入って曲がって、はい、あ、これですか。これこれ、あ、これは入るわ。これは、はいはい、これはもうなんかお茶漬けの味する。いやいやいや、あ、まあ、どういう見方ですか。いや、メリハリあった方がいいんですよ。その全部ね、時間かかったからいいっていうわけじゃないので、うん、あ、だからこのメインっていうか、このマリーちゃんの終わって次なんかまた考えてるんですか。うん、まあ、この中にないですか、その次を予感させる、だからこれに近いけどっていうのがあればどれか、なんかないですか。どうでしょう、ね、この中でこの方向性でもいいですか。
なんかこんな、ね、はい、全部取れてないかもわからないですけどね。入ってこれが左側からずっとこう来て、でこう来て、でこうちょっとこの辺から2分以上、ちょっとね、はい、ここもこの辺にこう、これです、この辺ですか、え、あ、こっちの方、この辺ちゃう、あ、これ、あ、これとか、はいはい、で、はい、あの、ペンキの垂れてんのもあるんですか、あ、あの、水がなってる、うん、あの、それ道は右です、これの上、右上です、これじゃない3つ並んでる、あ、上ですこれ、はい、これあ、の1個右上です、え、これあ、この真ん中のやつ、あ、これあ、あ、はいはいが、次もしか考えるとしたらそういうやつです、うん、まあちょっとわかりませんけど、あ、それはね、うん、でもまあ僕が多分あの面白いと思ったら多分やらないと思うんですよ、うん、なんかこう消化不良のものをまただからと言ってね、おのよくやめてほしい。中華人民。これもなんかの間違いかな。いやいやいや、まあこれね、好きな人もこれシンプルで明快でね、いいんでしょうけどね。僕はなんどうかなと思ってるんです。まだ本音も僕はもっとなんか青年同盟。ああ。多分どこやったかな、あのわびさびコーナー、やっぱり。やっぱこの辺かな、やっぱりこれめっちゃ抽象ですもんね、うん、これはなんかでもこれもどうなんやろうな、写真使ったどうこうって分からへんとこがし、ああ、うん、うん、でもまあこの池谷さんが一個一個見ても面白いんですけど、まあこう全体でこうそうやってね、ピラミッド、はい、ピラミッド一番入ってすごいですか、あ、そうです、はいはい、これが、いや、これも大阪です、ね、これも次のなんか、うん、なんかね、それが気にかかる、これなんかね、アニメ思いますね、これアニメーションのなんか一コマっていうか、うん、なんかこう、すごいアニメチックなんです、僕なんかこれはピンクフロイドとか、うん、フリーメイソンとか、ああいう感じがしましたけどどちらかというとやっぱり池谷さんはフリーメイソンじゃん、そうですね、ピンクフロイドではないと思うそりゃどう考えてもこの風貌やからねえ、これピンクフロイドで怒られる、怒られるフリーメイソン、はい、それがそれで消されるんだよ、ああやばいですほんまに、いや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 、まあ作品ってなんかね、あの真剣に、まあ、向かい合うんですけど、なんかこうニコって笑ってるみたいな感覚的で、どうしても言葉でなんかこう感覚を言葉に置き換えて考えようとする人多いんですよ、どっちかというと今回で言うと男の人っていう、まあそれは若い人でもおっちゃんの人でも女の人の方がもっと直感的にね、そうですね、なんかこうあっってこう入ってきたり、これ好きとか、はい、反応がすごい分かりやすかったけど、男はねなんか頭でこう考えるっていうか、ね、考えても分からない、ね、分からないというか、自分の中に入ったものは一体どんな味するんだろうってことを、もっと自分の自然ナチュラルな感じでいいんやけど、頭でっかちだから、そりゃ、うん、もう変だけど池谷さんのちょっとぐらいの、まあ10歳ぐらい下の前後の人って、まあ、たまに来るじゃないですか、はい、多分クエスチョンで変えていきましょう反対に言えば、ほんで女の人の方がもっとこうキャキャっていうかワーワー言いながら見てくれる、うん、もう自然に声出るって、はい、それは見てて楽しいな、うん、まあ、感覚ですか、ね、え、まだまだ枯れないんですか、あ、お金かけてて、まあ、ちょっといや、いろいろね、周りも期待するけど、いや、なんか自分、まあ、若い時からね、はい、枯れるのはやっぱり一つの憧れやった、はい、うん、あ、枯れてからどうするか、枯れ、うん、あ、枯れ山水みたいな、なかなかそれが元気やな
いや僕もねそれは思いますよ。なんか彼って一回滑って終わってからなんかこうポンとこうやれるっていうか、なんかポンとまあカメラではスッて撮れる、はい、シャッターこう、はい、でもうスーッてカメラ下ろして、はい、撮れたよだからそれは池谷さんもなんかこうまだ変だけど試行錯誤するのは若いってことですよね。画像を見ながらパッと決めれないってことは、ね、枯れ山水もうそろそろまだですかね雨が降るんで、僕はねもうエロチックシリーズやってほしいです、はい、その枯れる前に、あ、うん、まだ枯れてないんです、はい、もうその枯れる前に一回エロチックだけでやってほしい、あ、俺は、はい、でもう思い残すことなく枯れ山水になってでも今まだそのエロチックなそのエネルギーみたいなのね、はい、まだ燃焼しきってない気はするどっかに僕は、ね、そうです、ね、だから一回それもうちょっとそれだけのシリーズっていうか、まあ、またね名前変えなあかんわけそれだけのシリーズ一回見たいね、でもうそこからもう思う存分枯れてください、あ、うん、だからその前にいっぱい作ってほしいんですよまだ、はい、作品を、で枯れ山水だったらねもうほんま少なくていいと、あ、うん、その代わりその1枚は、まあ、変な言うと池谷さんよりも若い人たちはまあ一つの何かこう何やろ、とあこれかみたいな、はい、うん、なんか最後これなんか教えてくれるもんがあれば僕に、うん、うん、それはね、なんかね、まだね、これ出してるうちには、まだね、僕らは、ね、まだ青いんですよ。青い。まあ青い。ええねえんやけど、はい、もう青いやめるというか、あれええんやけど、これを超えたところの池谷さんみたいですよ。あ、うん、これはまあサービスなんですよ。いろんな、まあそれは自分にもサービスやるし、見る人にもサービス。まあわかるんやけどね、はい。この次の本当に、もう何やろな、ふさふさふさ、いやいや何増やしとんねんみたいないやいやいや、そんなんちゃうなんかね、なんかみたいな、だからなんとなく、うん、見れるそうなためには一回いっぱいそのエロチックも引くのか、はい、作ってほしい、うん、あと、まあ大きいの、大きいの、うん、大きいの大変やろ、大きいのを、まあ変な言い方したらこう作ったデータを大きくするとディテールなくなってくるんで、こう部分的に作っていって最後こう貼り付けて一つのでかい高画質のものを作ればいいと、そうです、これ作って例えば畳1枚ぐらいやるとねボケるんですよ、うん、カメラの画素数の問題、それやからこう例えば4分の1ずつ作ったやつを1枚に合わせてそれを1枚でかいプリントにしたらいける、うん、まあそれが別に8枚でも名前でもいい、はい、まあ、それこそなんかそんな感じでいけたんですよ僕は見れば、そうですね、見たいですね、うん、でかいやつ、でかいやつね、なんかもういっぱい詰まってるやつっていうか、ね、はい、うん、それでエロチックやったら俺最高や、そうです ね、まあその時は俺いくやさんと呼んでるけど名前止まって、あとで親父に分からんすそのコビーツでは、池谷さんと年齢差50歳という塚田良一君、ちょっと塚田君、はい、塚田良一君がその池谷さんのブラでコビーツで、やってます、なんか池谷さんの後見たら薄いねなんか薄味やね、結構薄いですね、なんやろ、池谷さんの見た後薄いっていうかシンプルやね、ああ、うん、まあなんか本を作るので、うん、なんかそういう結構白を意識して、ああ、まあ、ね、一応ここにオリジナルプリントを何枚やろ展示の枚数かける2、うん、30ページぐらい、いや、20ぐらいです、ね、20ページぐらい、20か20、それ何本売ってたの、5000、5000、これがいや、まあオリジナルプリントだからね、で、3冊ぐらい売れてる、ありがたくね、3冊、はい、でも売ってもそんなにね、
ほぼ玄関で。まあそうなんです。はい、まあこうやって自分の作品をまあブス、まあブス作っていっぱいやろうと思ったら、まあ池谷さんみたいにこう本っていうか印刷やって作ってんやけど、これは実際のオリジナルプリントだから、はい、やっぱりそれを閉じて贅沢なもんですよね、はい、うん、だからまあ今回はこれ中身ちょっと映してないんですけど、すごいいろんな細工があって、はい、面白いです。でこの絵はこれ入ってる？は入ってないです。これはこれ絵やから、これ唯一絵なんですね、はい、1枚もない。はい、なんかね、スキャンしたんですよ、うん、コンビニで、うん、で、うん、やっぱなんかコンビニでセブンイレブンでできるんですよ、うん、400dpi。 なんなの、お前の実物の方がいいな。本当ですか？画面じゃない、画面で見たら池谷さんの悪い変な言い方だけど、画面で見た方がグッときたんですよ。でも塚田君のはなんかオリジナルの方がグッときて、画面で見たらもういや、いつもたまにあるのよ、なんなよな、それなんかあれなんですよね、うん、でもまあこれは強いですよね。ああ、これはこの大きさでもこれはすごい、まあ、音楽好きな、うん、パッケージで欲しいんですよね、なんか、うん、まあ、それで実物で生で見れる、うん、見て楽しいものを作りたいんですよ、うん、うん、はい、それでも、そういう意識が高くなって今回本作ったんです、うん、でもまあ今まで一番僕は面白いなと思いましたけどね、うん、なんやろな、なんかこうほんまにちっちゃなったら弱いなって池谷さんから見て今回のこの塚田君 の、 あの作品は正直どんな風に見えたんですか？うん、そうですね、まあ、アドバイスとかと知った激励があるならば、このなんか割と好奇心がないんかなと思う。好奇心、ああ、嫁しそうすぎやそこは池谷さんと違う。ああ、そんな言うか。いや、冗談やん。好奇心もある、あ、ないの？興味も。でも結構なんか興味持つけど、すぐなんか薄れるよね。まあなんか、こだわるまでいかない。うん、貪欲でない、淡泊。はいはい。ほんなら、肉食とするなら草食っていうの。もっとガツガツいった方がいいです。ねえ、もっとこう、もっと勉強も必要ですか、うん、どうなんでしょうね、なんか僕らの若い頃とちょっと違う、まあ、29歳ですけど、うん、池田さん29の時はどんな感じですか？何してたかね。いや、もっとやっぱりこう悩んでたと思うんですよ、あ、表現に対して、うん、もうやし、はい、自分の生き方、あ、はいはいはい、僕も一緒ですよ、うん、僕らも世代全然違うけど、おじいちゃん、パパ、息子みたいな感じだからね、この今3人は。そうですね。うん、で、塚田さんの表現方法は悩んでるんやろう、はい、うん。はいはい。なんかその、うん、まあ、絵が悪いかさ、はいはいはい。いえいえ、その生き方に悩みがあるのかどうか、うん、失礼な今。いや、もう確信に来たね。悩んでます。いや、確信、いや、その生き方って根本的なとこや。その方法で悩んでるって言ってる。その根本的に生きるっていうところの悩みっていうことなわけですよ。で、その生きる方法論を悩んでるっていうか、そこは悩んでるんやろうなっていう。はい、だから作品作ることも、まあ、池谷さんが言うように、その作る意味さえも考えて悩んでたと思う。作らな、なんで作るんやろみたいな。でも君の側がまず作るためにはどういう方法でやればいいんやろっていう、ちょっとそこ橋を出過ぎてるんですよ。あ、まあ、時代が違うからね。あ、はい、うん、そんな池谷さんの頃って情報ってそんなんない、インターネットがあるよね。自分で本見たり図書館行ったり本屋行ったり、まあね、たまにある美術館に行って作品と触れるっていう、もうゆっくりなんです、すっごいゆっくりな情報を自分のものにしてきてんけど、塚田君の時代ってもっと早いわけです、はい、で同時にそんなのパパって吸収しようもできるわけです、はい、でその辺の違いが、まあ、淡泊な感じがする、
もっと悩むっていうか、その悩むことね、格好悪くないと思う。でも格好悪いと思ってる人は悩んでるふりしない。そうですね、うん、でも池谷さんの時代は悩むことは格好いいとか悪いとか、まあどっちもあったのかもわからないですけど、でもね、多分池谷さんは悩んでることをもう一人見せたくない。多分、はい、そうですよね。そう、うん、見せたくない。だからなんかこう、あのなんかスーっていう感じな。本当もね、本音の中の心模様はもうぐじゅぐじゅになってると思うんですよ、うん、それがもうちょっと目に見える形で漏れ伝わるような感じでもっと悩むっていうことですよね。もうちょっと血が出てないわ。いや、もっと本気で作品作ったり人に見たりもらったり、自分でそれをなんでこれ俺作ってんやろっていうことをほんまに考えるというか悩むっていうか、もっと問いかけるみたいな気持ちが、まあ今の人と昔の人ちゃうけどね。でも池谷さんが見たらそれがちょっと気迫っていうか、もっとね、俺がお前の頃ももっとなんか悩んでたぞっていうのは多分、まあいつも多分池谷さんが29年に多分言われてた多分おじいその上の人に言われずっと言われてきたんですよ。で僕らはだん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 楽しできるようになってきたんですよ。というかそこまでなんかなプロセス飛び越えてそこへ行ける時代になってきたわけですよ、はい、っていう感じか、まあ、当たりだから悩むっていうか、悩んだらまたもう一段向こうに行けるっていうことかも。まあ、ほんでも俺もこの自分の肉眼で見るのとこのパソコン上のこのモニターでお互い2人の作品見た時の印象が違うの面白い。ああ、うん、池谷さんのは圧倒的に何やろな、実物もいいんやけどこのモニターで見た時のほうがってことは今風の今がいけてるんです。ああ、そうです。そう、君の前は枯れてるじゃないですか。君の前はめっちゃ水やらなかったね。展示してるとこ行かな分かる。ああ、池谷さんは別に変な展示物見んでもウェブでこれがパーンって見るだけでグッてくるって感動したけど、ね、うん、まあ不思議、色使いがちゃうね。今回は結構抑えてないですね。で、ああ、そうです、あの池谷さんのもうペンキガーンって塗ってるような感じ、うんうん、はい、え、君が枯れ山水もうあとないじゃないですか。いやいやいや、いや、何やろうな、なんかこうね、すごい省略感がある。だいたいその何やろ、池谷さんのもっとね細かいんです。あ、脳みそでいやシワの数がちゃうの。あ、もうキリツルンとしてる。池谷さんだ、池谷さん多分ここのね空間こんな風にツルンとしてない気がする。まだちょっと入れない。いや、分からへんけど、だからシンプルで必要なとこだけこう描きましたっていうのは、マチエールの考え方かな。ああ、その表面のあり方、池谷さんは結構なんかこうザラッとしてたり引っかいたり、ゴミ、まあゴミじゃないけどこのグニャッとなっちゃったり、お前ツルンとしてる、うん、そのつるんとしてる分でなんかこう、うん、見え方が違うんです。ディテール、その表面、表層っていうか、うん。でもこれなんかね、実際もっとこれはもうこれでも十分面白い。これ結構僕は好きな。これは女性の方にのなんかこのなんかこのバランスっていうかね、なんやろこれ。これは僕は一筋縄でいけるなと思って。それもなんかいろいろ、あ、これはもある種池谷さんのあの DM のオマールやね。あ、でもその DM 見る前に、え、ほんまに、はい、これなんか君もコビーズの DM このハートで作って池谷さんのあれとこうニコイチやって面白かったよね。そう、あ、そうです。ある意味結果できるようなこの絵と池谷さんのね、はい、この作品とどっち、どう考えてもこっちの方が若者やけど、ね、なんか息吹感じるやん、はい、ファッションっていうかなんか感じるの、感じるね、うん、で君のが、古っこの瞳が、まあこれね方法あのバラしても知らないけど、これまああのいろんなフォトショップ上で変形とかいろいろさせてるから、はい、でもこれも一応写真だね。そうですね、うん、元は、うん、はい、でもまあ僕はあの
塚田君の今回のは、まあ、池谷さんと比べてどうこうっていう話よりも、あの池谷さんにほんまになんかこう、なんでお前俺の後ろやねんと怒られてはないと。ただもうちょっとなんかこの変な言い方したら、俺がこんなにこの年になって悩んでんのにお前何つるんとしてんねんっていうのはあると。だからもっと悩んで作品作ったら方がいけた。まあ50年あるんだと。そうですね、50年ある。君50年時間があるんですよ。この間だんだん寂しい話になってきますけど、寂しい話になってきますけどね。だから50年あるっていうことはね、今池谷さんの作品が君のどの位置にあるか分かるけど、もしそれが射程圏内とするならやれるじゃないですか。もっと超えていいから、うん、そのためになんかこう先人たちはね、うん、いると僕は思いますけどね、はい、うん、池谷さんの真似じゃなくて池谷さんが学んだことが、まあ、超えていくっていう、ね、ある日突然池谷さんがあれええねって言ってくれる日が来た。すごい、すごいですよね。うん。だから、あれ、焦らない。焦らない。あんまり時間ない。ないです。ないんです。池谷さん、本が今後の予定っていうか、課題っていうか、展望っていうか。いや、まあ、なんかあるんですね。いや、特にないです。特にない。あ、それはこんな風にって、あまりこう決めないっていう、うん、そうだ、あのなんかスケジュール作らない。そう。ああ、もう行き当たりばったり。ああ、降りてきたものに従うって言います。天命に従う。いやいやいや、いやいや、もうね、かなり近いよ。ここら辺の耳元におると思うよ。いや、でもまあね、まあそのぐらいあの自由っていう。池谷さんが、ね、必死やと俺も辛い。辛いですね。うん。もう全然必死じゃないから俺はね、いいんですよ。はい、うん。ただまたびっくりしてさせてほしい。そうですよね。うん。まあ池谷さん、まあね、いつも年齢のことをもうこれ年齢関係ないなと思うんですけど、はい、常にその時その時っていうか、ここ今は一緒なんで、はい、うん。今この時代生きてる今は一緒なんで、なんかこう年いってる年若いとかなんで。なんかまたね、作品でね、はい、なんかやりたい気がしますよ。だからまあ、もうちょっとなんかね、そうです、淡泊。なんか写真とかもそうですよね、ブルーなんか普通にストレートの写真とか。いや、ストレートは悪くないけど、なんかこう、いろんなところを、なんか反対に言えば、もっと疑えってことですよ。いろんなこと疑えってこと。疑うってことは誰々がこんなこと言ってる、あんなこと言ってるけど実際どうなんやって一回疑いかかって、で一回自分で考えて、その通りのこともあれば違うこともあると思う。でその時になんか自分の方法がそこでやっと見えると。だから頭よくって、なんかこれはこうでしょとかね、その例えば写真とかこれを口で言葉で自分のコンセプトなりそれをなんか説明したところでね、それが作品の中でとどまってて、それを超えてない、作品を超えてなかったら意味ない。そうですね。うん、と俺は思うんです。うん、で、それが自分の中にある、なんかこう、まあ自分が、例えばお鍋とするならね、はい、そのお鍋の中にいろんなもの入れて、グツグツやってるわけじゃないですか。はい、でそれが池谷さんに曰く、お前もうちょっとグツグツさせろよ。まだ出てないって。なんでそんな急ぐねんっていう。という意味やと思いますよ。もっとグツグツやって、ただグツグツやりすぎたらもう、もう素材も具材もドロドロになって、もう最後は何、まあ、ほんでもね、それでもいいと思う。すべてのものがもう液状化したものを展示しても俺はいいと思う。うん。だから形あるものを全部その今の方法論でぶっ壊していいと思うんですよ。うん。それはまあ今池谷さんがぶっ壊したらやっぱり怖いけど、君は全然大丈夫です。うん、あのまだやり直し聞かない、やり直し聞けない。いや、そのやり直し聞かなさが面白い。だからいろんな、もっといろんなことやったらいいんです。写真のなんか自分はこういうの好きやけども、もっといろんな振り幅作って、はい、うん、だから多分次のなんかあのヒントにはなると。あまりにも具材が少なすぎたら、はい、やっぱりできる料理ももうまたこれだ。うん、一回いろんなことを、まあね、ノーマルな写真も撮るわけだから、ノーマルな写真と、まあ、
その、そうじゃない写真の 使い方じゃないけど、まあ、なんか作ってほしいかなって気はしますけど、来週は、夏系、はい、夏系の、あ、これか、夏系2015、わかりますかね、なんか、あ、知らない、うん、めっちゃダサい、と、夏系は、ほとんどビーツメンバーで太田、斉藤、塚田、広田、龍野でゲストっていうか外部の人は中村雄介、最近ずっとビーツの、あの働きもせず展示やってるんですけど、この6人が、まあ、夏系っていうこの夏に、まあ、ちょっと旅っていうか一体旅って一体どういうことなのかっていうのを実際遠く行った人もいれば家の近所でそういう感覚をなんか見ようとしたいろんな人がいるんで、で来週は龍野くんが司会で広田さんが、まあ、アシスタントで、あのゲストが塚田龍一いやいやみたいな感じで話ができればいいかなと思います、はい、僕は来週はあのこの郵送この夏系には出ないんでまた違う話ができるかもわかんないですけど、今週は、池谷さんと塚田君の50歳対決でも良かったと思いますよ、ね、そう良、うん、かったというのはね、変な言い方したら50歳、もう50歳離れた人がね、はい、ある分なんか対決なんかないんですよないね、俺は、うん、だから役不足やったかもわからないけど、ただ君も池谷さんのあの作品、まあ、写真を使った作品と一緒にこうね絡んだわけ、まあ、もう君がもうちょっと腕上げたら池谷さんとこう二人展ができるぐらいまで頑張ってほしいです、はい、まあまだ何言うとんねんって顔しますけどいやそんなもんない、うん、ただもうそういうのがまだちょっと増えてきたら、ね、はい、ただなんちゃってで、ね、あのこうフォトショップでやったらいいんでしょみたいなんじゃなくって、ちゃんとその表現として自分の中の血が通うもんとしてやれる人がまだちょっと増えたら、はい、あの僕は面白いと、うん、だからそういう人のためになんかもうちょっとねやってほしいなっていう気はしますね。僕もねだからたまになんかねやりたくなるフォトショップで、あ、うん、多分それはなんか現実を現実のまま撮ってそれが面白いんやけども、それに何かもうちょっとなんか池谷さんのようになんかこうもうちょっとこう離れたい、当事者から離れたい、写真って常に当事者じゃない、そうですね、その撮ってる前の現実を撮ってるわけが当事者やけど、それを一回スッと、魂抜けたいんですよ、そうですね、んならまた違う目客観的に見えるんちゃうか、うん、池田さんも抜けていくから入ってけへんでからね、どうもありがとうございました、どうも失礼します、あ、ね、本よろしく、ああ本ね、池谷さんの本まだ半分ぐらい残ってるんで、残ってるんで、ビーツもあの販売2900円で販売しますけど、あ、池谷さんのあのフェイスブック上で池谷さんに直接、はい、買えるっていうこともできるんで、はい、あと、ライムライトさんと、ギャラリーおまわりさんもまだ数冊残ってると思うんで、はい、あのみんなで寄ってたかって売ってるっていうまあね、初めはこれ50冊の予定で考えてたのが、はい、100冊でうちゼロですよ、今はおじいちゃんおれへんがいいですあ、まだ来ましたわはい、はい、出題 こっちの方はあのまたはじゃなくてもう出題の、はい、こういうあの箱入れです、はい、A4 の箱に32枚、まあほんまにね、でまあ気に入ったやつがあれば何ていうんですか、こう、まあ、これはタイトルなんですけど、額にね入れれますから、こういうやつがで、マットに入れてこうやって飾れば、はい、うん、ね結構紙もゴツいんですよ、そうですね、それを思いましたね、ゴツいでしょ、これゴツいです、これは薄いのでええやんって言ってたけど高い方にしました
でもまあ、やっぱり良かった。いや、まあ、反対にね、後藤君抜いてたんですよ。これ薄かった、入れにくかった。おただそれだけです。しっかりしてるから、そう、入れやすかった。重量感がどうのこうのとかじゃないんですね。そうなんですよ。いやいや、僕もまあ、立派だと思いますもん、これ。2900円ではできないです、本当。これがどっかちゃんと大手の印刷、出版から出たら。できないです。うん、もう手作りの、はい、東大阪的金井工業で作りましたで、まああと50冊ぐらいあるんで、またよければまあこれはビーツで見れるし、ライブライトさんとオマージュにも何冊か置いてるんで、はい、よければ買ってください、はい、よろしくお願いします。最後池谷さん、なんか最後一言。いや、今回のどうも皆さんありがとうございます。また年末から来年にかけて、まあ、いろいろお話も伺ってきてますので、はい、なんかねいろんなスカウトが来てます。オファーがどこやもん、大体わかると思うねいや、またそんなん言うと、いや、ほんのもね、やっぱりそんだけ興味、もっといっぱいあるから、ね、はい、だから池谷勇さんっていう存在が、もっとこう、いろんなことで、だからそれもやっぱりいろんな変なことじゃないけど、やってくれない、はい、これに懲りずじゃないけど、またこう、っていうのを作ってくれたら、ね、うん、面白いと思うし、これもね、去年のビーツベストの、グランプリスト、そう、はい。やっぱり人に注目される持ってるんですよ。そうじゃないとね、こういうふうにできないですから、はい、持ってない人はもう何やってもダメですから。ダメですね、はい、だから池谷さんのも持ってる部分で、誰って、ね、スカート着すぎやいやいや、あんま言うとね、なんかいろんなミサイル飛んでくるからやばい。もうこれでどうもありがとうございました。どうも失礼します。